こんにちは。大沢チャンネル、本日のお料理は焼きそば、ご紹介していきたいと思います。焼きそばはね、定番だからこそ奥が深いですよね。特にステンレスのお鍋っていうのは熱ムラが起きやすくてくっつきやすいっていう材質があります。前回の焼きそばをマスターしようっていう動画でめちゃくちゃうまくできましたっていうご意見と、あれじゃうまくいきませんってね、結構賛否両論ありました。だから今回はね、さらに研究に研究を重ねまして、このステンレス鍋でね、絶対パリッとなる方法をご紹介していきたいと思います。安心してください、もう大丈夫ですからね。一緒に作っていきましょう。それじゃあ行きましょう。今日はね、焼きそば3玉やっていきますんで、使うお鍋、一番大きな6リットル入る6コート使ってください。お鍋のサイズでね、蓄熱力が違いますから、大きいお鍋の方がやりやすいです。で、お鍋、特に内側はきれいにしておいてくださいね。お鍋が汚れてるとそこにくっついちゃうから、それは問題外。それじゃあ中空っぽのまま中火で火をつけて約5分間加熱していきましょう。殻先しっかりがポイントです。お鍋を温めてる間に材料ちゃちゃっと切っておきましょう。ニラは時間差で入れるので、ちょっと別のものに移しておきましょう。お肉はね、最初豚バラでいきましょう。それが一番簡単です。慣れてきたら薄切り肉とかでも大丈夫ですよ。焼きそばの麺の選び方もポイントがありますよ。似たようなのでね、こういう中華麺ってのもあるんですけども、焼きそば用の麺は麺に油がコーティングされてますのでね、よりつるっとなりやすいので、こういう焼きそば用のやつ使いましょう。慣れてきたら中華そばでもできますから、よりヘルシーにね、油少なめでやってください。そしてこのままボンと入れるんじゃなくて、先に中を開けてほぐしておきましょう。さて、それじゃあね、蓋をポンポンと触って熱くなってきたら OK ですよ。油を入れましょう。大さじ2が目安です。そしてね、ぐるっと一周させて、特にお鍋の立ち上がりのところがね、くっつきやすいので、しっかり回しておきましょう。はい、そしたらじゃあ見えますか？お鍋から煙が上がってきたら OK の合図です。この時にね、煙が上がってこなかったらもう少し温めましょうの合図ですからね。そこにまずはお肉、これパラパラっと広げておきましょう。さあ、それじゃあね、ちょっと色が変わってきたなと思ったら、焼きそばの麺とお野菜、順番はどっちでも構いません。今日は麺からいきましょう。その上にお野菜です。そしたらね、お鍋は蓋をした方がお野菜が甘くなります。そしたらこれね、蒸気が上がってくるまで待ったらちょっと遅いんですよね。だから細かく言えば2分ぐらいなんですけども、そのタイミングで1回蓋を開けてね、混ぜておきます。ね、くちゃ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 っと混ぜすぎると、焼きそばの麺がね、油を絡め取ってしまって、最後下がくっつく感じになりますからね。混ぜる回数はね、少ない方がうまくいきやすいです。で、1回混ぜたら次は蒸気を待ちます。さーて、それじゃあね、お鍋から蒸気が上がってきましたよ。まあ、気になるようだったらね、ここまで待てなくても途中で何回も蓋開けても大丈夫なんですけども、安心してちょうだいよ。ほら、こっちはつる、こっちもつる、もう本当にね、バッチリですからね。でもやっぱ心配っていう方は、これこういうのでね、ゴリッとやっていただきましたら、絶対大丈夫なことがわかるはずです。これだけつるつるになったら気持ちいいですよ。味付けの直前でニラ、そして塩コショウでね、この前教えてもらって美味しかったのが、とんかつソースとウスターソースが1対1です。
ここでジューッといったら火を切りましょう。大丈夫だったでしょ。でもね、こんな風にうまくいかなかったとしても、ソースを入れた後に火を切ったらちょっと置いとく。そうするとね、くっついてたものも下に水分が回ってポロッと取れてきますので、諦めちゃダメですよ。もしくっついた時はお箸じゃなくてヘラを使う。それでも板みたいになっちゃった時は無理にいかずに少しね、火を切って待っておきます。それだけでバッチリですからね。さあ、いかがだったでしょうか。今考えるつるってる方法全部詰め込みましたので、ぜひ明日焼きそばチャレンジしてみてください。お料理にフッ素加工の味が入らないだけでめちゃくちゃ美味しくなりますからね。やっぱ焼きそばはうまい。